最初に受けたオファーは北朝鮮の子どもたちとなんかコラボをしてほしいって言われたんだけど、うん、多分あの先方が僕があの飛び鵜の子どもたちといろいろ遊んでこう美術的なことやってるのをどっかで見て、それでなんか思いついてそういうオファーをしてきたんだと思うんだけど、なんかあの そもそも飛び鵜の子どもたち とあんな仲良く一緒に絵描いたり遊び回ったりできるのは、うん、今年で飛び鵜に来るのは5年目なんだけど、なんかその5年間の間ですごい信頼関係ができてて、だからなんかあの自分がね何かをしようと思ってみんな、うん、絵描いたりしてたわけじゃなくて、本当にワークショップとかも全然やったことがなくて、全部自然発生的に自然にみんなが勝手に始めて、で勝手にこっちがそれをこう助けるみたいな形でいろんなことしてきて、だからなんかあのプロジェクトとかワークショップとかそういうわけでもなく、いつもそうなってしまう感じだったん でちょっとそれ急に、北朝鮮じゃなくてもどこの子供でも急に連れてこられてなんかやってって、そういう俺そういうとこのプロじゃないのでできないから断ったんだよね。で断った途端に、じゃあ飛び鵜の子供たちとだったらなんかできるのかなと思って、そしたら、うん、別に子供とか関係なくその地域で集まっていつも活動してる、うん、あの森作りの人たちで、その中でやっぱあのアーティストの人たちもいるので、なんかそのアーティストの人たちとなんか一緒に組んだプロジェクトできたらいいなって思って、それが、うん、この雪の結晶を作ることになったんだよね。バラしてさ、うん、雪みたいなイメージの時に使えるかも。直線表したかったりするから。三段の裏可愛い。本当に模様やばいね。基本この長さであれだもんね、足りる。ああ10本くらいは欲しいかも、ね。うん、
北海道ってそういう、うん、できてるじゃん、アメリカっぽく、うんうん、なんかそういうのもこう固まっていってこう一緒に合わさっていくとか、うん、いろんなイメージがこの素材にはあって、この素材のマチエルのイメージというよりも、うん、その海から持ってきた流れ着いたとかそういうイメージの方が大切で、うんうんうん、それをああでもないこうでもないってくっつけていってこう作っていく、うん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 、で最終的にそれが雪の結晶になるっていう、うんうん、イメージ、うん、だからかなり自由にやって、うんうん、これで持ってってで作ってそのデコレーション的なものを次にまたする。大体10メーター、10メーターだ。あ、本当、うん、こういう部分のここが10メーターの、そうだね、うんうん、じゃあ、ここでこう結構パイプの、パイプのぐらいだね。そうだね、ここの点からここの点で、うんうんうん、11メーターってごついやつあってもいいのかもしれないね、うん、一番目を引く原点で強い感じをつけて周りに見せられる。内藤君ってなってる。なんかウェット感っていうか、うん、海のものなんだけど別にウェット感が欲しい、うんうんうん、なんか白い光でもいいかもしれない、うん、そうだね、うん、流木が本当に流れてたまたまこういう
形になったみたいな。これは溶けていく感じ、光を吸収して、こっちは反射してて、わざとらしくも見えるかな。じゃあこれでいきましょう。はい、でこのアイデアはすごくいい。雪の結晶のプロジェクトは、雪が降らない最終島に、この北海道雪深いところからなんか雪を届けたいっていうか、で思いついたのが雪の結晶で、でまあでも今夏で雪が降ってるわけでもないんで、じゃあどうやって結晶を作ろうかなと思って、でまあなんかいろんな素材でできるんだろうと思ったんだけど、海に行くと流木が流れ着いてて、その流木を集めて作ったらいいんじゃないかなと思って、で作ろうよってことになったんだけど、やっぱあのビジョンがあやふやだったので、最初みんなあの六角形とか、八角形とか、いわゆる結晶の形、具体的な結晶の形を作り出すとこから始まったんだけど、やっぱどっかでなんかこうそれは違うんじゃないか、もっとこう流れ着いたもの、積み重なったもの、なんか一つのものにまた違うものがくっついてできていく雪の結晶的なものを、雪っていうことを取っ払ってできないかっていうふうになっていって、あのすごく自由にそこで一個こうなんか飛び越えた、ハードルを飛び越えた感じがあって、で具体的な結晶の形から離れて、その結晶っていうものはどうやってできるかみたいな、そのものの集積みたいな、そういうふうに作品がこうみんな変わっていって、でそれまではみんなこう自分の形っていうのを作ろうとしてたんだけど、ある瞬間自分の形からそのみんなの形、3人の形に移行していって、でそれぞれが持ってるこういろんな美意識とかあると思うんだけど、それが、作る中で共有できる美意識とか共有できる造形感覚とか、そういうところにこう移っていったところがすごい興味深くて、で今こうやって展示されているのを見ていると、なんか本当に結晶っていうのはその字の通り、あの一つのものがいっぱい結びついてできる一つの、 あの個体なんだけど、そのみんなの意識や意識とか、まあ、創作行為が結びついて一つずつ結晶ができてる。だから結局雪の結晶っていうよりはみんなの結晶で、でこうやって目に見える作品ができたけど、結局はね、なんかあのその結晶っていうのはそれぞれの3人、僕を含めて4人、あとこれを記録しているカメラの人で、もしかしたら音楽、つけるかもしれないから音楽の人、なんかみんなが固まって、最終的に目に見えない結晶が僕らの中、もうそれが誰にも分かんないかもしれないけど、僕たちの中でできてる気が今すごくしてきて、だからなんかそれをね感じ取ってもらうのは絶対難しいと思うんだけど、でも本当にいい結晶ができたと僕は思ってます。この結晶をね、雪の降らない最終島に、置いてどう見えるかなって今ちょっと想像してるところです。